愛媛県県民賞の受賞者について発表させていただきます。この度2014年のノーベル物理学賞の受賞が決定した中村修二氏に対しましては、県としてもぜひ今回の快挙をお称えしたいと考え、検討を行った結果、本県の誇りとして深く尊敬するに値することから、知事表彰としては最高位に続けられる愛媛県県民賞を授与させていただくことといたしました。この県民賞は賞の受賞者としてふさわしい方がいらっしゃる場合に、その都度選考委員会において審議の上で授与する制度となっておりまして、先般県議会議員、市長、経済団体の代表者、学識経験者等で構成する選考委員会をに対しまして、中村氏への賞の授与について諮らせていただいたところ、前回一致で承認する旨の答申をいただいたことから授与を決定いたしました。なお賞の授与につきましては、中村氏が棄権される際に贈呈式を取り行い、盛大にお称えしたいと考えておりまして、今後日程調整を行いますので、詳細が決まりましたら改めてお知らせをさせていただきたいと思います。以上です。